次のサイドケースなんですけど、この辺ですね。あれ、こいつか、あの占い師か。よろしいですか。2回目だなこいつ。天音さんどうした。前回黒の災いに遭われた目黒さんがまた不幸な目に遭いそうなのです。ああ、あの占いノイローズの人か。なんかやだらと運が悪い人なんだっけ。黒がダメな人だっけ。目黒って名字なのに。今度はどうしたの。八神さんに助けていただいた後のことです。その日たまたまあの方をお見かけしたのですが、以前に見た黒の災いに加えて白の災いも見えていたのです。もうユベントスとかダメじゃん。黒と白、つまり今度は2色ってこと。はい、はい、パンダにでも襲われるのでしょうか。パンダに、そんなバカな。で、その災いはまだ起きてないってわけか。はい、先ほど天海寺通りでお見かけしたのですが、災いの巣は未だ消えておりませんでした。八神さん、前にお願いした時のようにあの方を災いから守っていただけませんか。どうする、引き受けるか。まあそのために来たんだけどね。ああ、依頼ってことなら引き受けるよ。報酬は前回同様1万5000円ね。安いな。ちょっと今もうちょっと金欲しいんだよね。ええ、もちろんお支払いいたしますのでよろしくお願いします。目黒って人は天海寺通りで見かけたんだったな。探してみるよ。賊、これ2回目で終わりか。じゃ天海寺通りに行くか。マップによるとスターダストのすぐ近くぐらいかな。あ、ここだな。あ、やべ、大家さんが今目の前にアップで出てきた。よし、目黒を探そう。あ、またそれかい。なんだこいつじゃないでしょう。いや、今も青いジャケットかどうかわかんねえじゃん。てかこの前どんな格好だっけ、そもそも。怪しいな。違う。でも俺いっぱい見た方が SP もらえるからね。あ、こいつでしょ。ちょっと違うやつ見ようぜ。あ、他いないのか。この辺もいないのかな。いないね。うん、じゃあもう本人に中止するしかない。うん、こいつのベルト黒なんだけどね。いた、あいつか。相当飲んでるのありゃ。まあ本人は茶髪だけど、それこそ目なんて日本人黒目だし。あ、またこれかい。いや、ブラム様の格好しようぜ。もうする機会ないのかな。おい、やつ頑張る。あ、いきなり見られた。本作はまだ優しい方だけど、ロストジャッジメントだったらすぐバレちゃうでしょう。あー、やばい。いや、これ向いてねえな、これマジで。思い過ごしか。早く行ってくれよ。どっちだ、まっすぐか、右か、左か。
止まってんな。ここ終電か。あの服の色まさか。ああ白と黒。うわ近づくな白黒コンビね。ひどいなこれ。あなんでこいつ酔っ払ってんのか。ちっダッシュで逃げられちゃう。どっちこっちが。あ走ってんだ。見えねえよ。この人ちゃんだ。出た。そう取ると手突っ込んでるじゃん。こっちだ。いるか。あどれだ。どこ行った。どこだ。わかんねえ。どこにいる。ちょっと待って見られてるとどこにいる。マジでわかんねえ。ちょっと待って。どこ？マジでどこ？ちょっと待って待って。ゲージ溜まりすぎだろ。どこにいるマジで。いややべえ。いやもうあいつどこにいたマジで。なんでどこにいたあいつ。ここからか。あと、うん、右行ったな。こっからなんだよ問題は。うん、あそうかタワーの方行ったのか。なるほどね。それでも見られてたわけだ。よしタワーに入っていくな。あここだとダメか。ん下か。ここで見てた方がいいな。あれ視界に入った。やべあーやべえ。おっ派手なことしちゃった。あ大丈夫だ。よしこれぐらいの距離で適正か。あここ終点か。でどうするんだ。黒の割合が大きいけどな。あまあもともと黒がダメなんだっけ。白と黒の色まさか。あの女のせいだ。もう白と黒ダメだったらもうどこにも行きねえじゃん。白と黒ばっかだよ。もうオセロやろうぜオセロ。もうこんなの嫌だ。くそまたか。どこだどこ行ったあいつ。ちょっと見失って。あいた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 。あ車の。いや視界モードになっちゃう。はあよししばらくまっすぐかな。あ見失ったらどうしよう。行っても行くとしたらそこ曲がるぐらいしかねえな。おっとなんで絶対引っ越しちゃう。あっぶね。顔見てるよね、モロに。よし。ここあれだよな、なんかロストジャッジメントの体験版で行ったとこだよな。うん、なんかこの店があったの覚えてる。モダンタイムズ。っぽいなんか賭博場みたいなのあったよね。当然今は入れないけど、あれ見られてんだ。あ、そっか。あれこの先って結局あの裏返したとこじゃん。随分と遠回りして結局ここに起きたんだ。中道通り突っ切って直接行ってほしかったな。あ、持ってくるんかい。やっぱ裏返しとこ行ったのかな。
止まんないあいつ、殺すぞ。気のせいか。よし、あ、終点か。あー終わった。結構だるかった。ああいるな、あまね。この通りはなんか八つ当たりしに行くんじゃねえだろうな。あ、目黒さん、なぜここに。お前のせいだ、お前のせいで俺は仕事ができなくなっちまったんだよ。何を言ってるんですか。俺は動物園の飼育員だよ。パンダなんだ。どうなんだ。あ、やっぱりパンダなんですね。お前に占われて以来パンダの鎧が怖くってよ、仕事なんか行けたもんじゃねえ。担当変えてもらってもシマウマになるし、どうなってんだよこりゃ。宿命なのです。私の予言は必ず当たりますから、致し方ありません。そうだ、お前が予言をしたらその通りになるんだろう。だったら全部予言をしたお前が災いを呼び寄せてんじゃねえか。まったく。それはひどい言いがかりですね。私は必ず訪れる未来を読み解いているだけです。ちょっと、なんだと。それに白と黒の災いの層はまだ消えていません。気をつけてください。うるせえんだよ。あー、もうダメだよそういうもの。なんですか。災いの元凶を立ってやるんだよ。おい、やめろ。ゲッ、黒い顔上に白 T シャツ、お前もか。くそだ、お前らまとめてぶっ殺し。いや、ブースト使うまでもなかった。ああ、逮捕されたの。畜生。ああ、まさか白と黒の技を言ってパトカーのこと赤もつけ出すんだったな。はい、どうやらそのようですね。因果と不思議なものです。最後自業自得とはいえ確かに予言は当たったな。これで私の力を信じていただけましたか。どうだかな。だけどまさかあんたを襲うなんて思わなかったよ。人の災いは見えても自分の災いは見えないってか。ええ、因果とは時に人をもてあそぶものなのですね。まあ今回のことに、懲りずにまた災いが見えたら依頼をお待ちしてますよ。これは今回のお礼です。どうも。また機会があったらよろしくね。もう報酬1万5000でしょ。もっともらってもいいでしょ、命助けたんだから。うん、それ以外は SP が100入っただけか。よし、じゃあこの近くにもう一個あったから、ここだな。あ、刑事アートのすぐ近くじゃん。なんだ、奨励会絡みだったりしないよな、まさか。人多いな、邪魔だよ。どけや、木村拓哉が通るんだっつうのは。ん、あれかな、なんだあれは。お取り込み中のようですね。こんにちは。やめてください。どうして、なんでダメなの。嫌です。だから私はあなたに興味がないって言ってるでしょ。警察呼びますよ。ちょっと、なんでだよ、なんで僕の気持ちがわからないんだ。おい、その子嫌がってるだろう。何、あんた彼女何なんだよ。何って、俺は彼氏です。え、ああ、利用される。すいません、助けてください。この人ストーカーなんです。ん、ストーカー。え、嘘だ、クレスがいたなんて俺は知らないぞ。いや、あのサナちゃんがいるんですけど、こっちは
方ない。ここは合わせておいてやるか。この子の言う通りだ。怪我しちゃがなかったら、おとなしく消えな。この人、すごく強いんだから、あんたなんか叶わないんだからね。そうか。だから僕のこと好きになってくれなかったのか。うん、そうであっても関係ないけどね。あら、おとなしく引いたな。バトルにならなかった。ありがとうございます。突然なのに合わせてくれてね。いや、なんか疲れてきた。普通にしよう。大事にならなくてよかったよ。私は、松岡七海と言います。OL やってます。探偵をやってる。さっきの男はストーカーって言ってたけど。そうなんです。本当にしつこくて困ってるんです。武田さんっていう人なんですが、1年くらい前からずっと付きまとわれているんですよ。警察行けよ。随分としつこいやつなんだね。ほんと困っちゃいます。最近は家までつけてくるんです。あ、怖いな、それは。あの矢上さん、なんかごめんなさい、あの人の恨みを買っちゃったかも。俺は大丈夫。むしろあの男は諦めてくれるといいけど。あの人しつこいからな。刺されないように気をつけてくださいね。笑いながら言うな。まあ気をつけるよ。まあ、別にムービー中じゃなければ刺されても平気だけど。そうだ、矢上さん探偵なんですよね。ストーカーのことで困ったら相談してもいいですか。ああ、依頼なら喜んで受けるよ。はい、そうします。連絡先聞いてもいいですか。これ早速巻き込まれる。ん、何それ、時計型麻酔銃。あれ、その腕時計ってスマートウォッチってやつ。知らねえな。最近話題だったんで買っちゃいました。これで動画見たりメールも送れるんですよ。2018年の時点でそんなものあったのか。へえ、腕時計にしか見えないけど便利なもんだな。それ変声機とかにもなったりする。まだ使いこなせてませんけど、それじゃあまた連絡しますね。でちょっと歩いただけで、あ、待ってよ、マップ見たらなんかあったりする。あった、松金組事務所の目の前じゃねえかよ。この辺だよな。誰もいねえけど。あ、電話か。なんで松金組事務所の前だよ。フラグが。七海さんからだ。助けて、ストーカーに誘拐された。これ本人が送ってる？てか、この画像酒か。カクテル。罠じゃねえだろうな、これ。あの女がつつもたせだったりしないか。ストーカーってこの間のやつだよな。誘拐ってマジかよ。結構あれで、龍が如くシリーズでは、毎回のようにつつもたせ出てくるからね。まずいな、こっちからメッセージを出して、もう少し詳しい話を聞いてみよう。今どこかわかる？車、トランク、縛られてます。なんか片言だな。車のトランクの中で手足を縛られてるみたいだな。思うように打てないからっていうのもあるかもしれないけど。スマホで連絡してるの？スマホ捨てられた。スマートウォッチから。スマートウォッチでメールをしてるから、指を動かせる状態ってことか。電話はできる？警察には連絡した？喋るとバレます。現在地不明。メール、友達、通報を頼んだ。なんかすげえ違和感感じんだけど。警察に通報したか。だが、すぐに見つけないと何をされるかわからないな。なんとか場所を特定できないか。車の車種や色は、どこで誘拐された？形はわかる？黒、四角、大きい。それってワゴン車？はい。どこで誘拐された？ああ、両方とも一応聞けるんだ。占領通り来た。ってことはさっきいたところのちょっと上の方か。電池切れる。まずいな、場所を特定するために特に必要な情報は。あ、他に必要な情報は。
車の曲がった方向、車が曲がった回数、回数かな、数えてることが分かんねえけど。多分5回、距離は短い。さっきから車止まってます。線量通り来たってことは桃源郷のあたりかな。車の向かった方向、誘拐された時車どっちから来てどっちに向かったか分かる。線量通り北から来た、南に向かいました。周囲の音など、周囲の音で印象的なものはなかった。ずっと賑やかな音、今は静かなところ。静かなところ、ラーメン、ラーメン。車止まった後ラーメンの匂い、今ラーメンの匂いがするのか。静かな通りのラーメン屋の近くか、場所が絞れそうだな。九州一番星。いや、なんかああいういつも行ってるようなところではないような。電子切れます。ゲ、返信がない。電池切れか、返事がない。ただの屍のようだ。車が動き出す前に早く探し出さないとまずいな。とりあえず分かったことをまとめてみよう。車は黒のワゴン車だ。線量通り北で誘拐され、車は南に向かい5回ほど曲がった。賑やかなところを通り過ぎ、今はラーメンの匂いがする静かなところにいる。一応メモしておこう。この情報からおおよその位置は推測可能だな。七海さんが心配だ。すぐに探しに向かうぞ。範囲が出てるな。もうこの中で、まあ、いつもだとこの九州一番星が連想するけど、さすがになんかそうではない気がする。ピンク通りと千両通り、この辺も結構いろんな店があるから、ここって結構騒がしいと思うんだよね。この辺も結構キャッチうるさいし。だから、意外と違うラーメン屋なんじゃないかな。この、ピンク通りと中道通りの間ぐらいのどっか、この辺じゃないかと睨む。まあ一応九州一番星の目の前も通ってみたけど、車自体が止まってないから、ここは違うね。ほら、こんな感じでキャッチがめっちゃいたり、その手の店がいっぱいあるからうるさいのさ、この辺は。確か、これラーメン屋ではないな。ああ、邪魔せない。まあ、この事務所の付近とか怪しいんじゃねえかな。あれってラーメン屋か？あ、しゃぶしゃぶか。ホームラン券。あ、これはラーメン屋ではないか。錦、錦山。違う、ラーメン屋ではないな。ん？あれってマークついてるじゃん、これ。これじゃん。どれがラーメン屋だよ。どれどれラーメン屋？ホームランキンか。マジでどれがラーメン屋かわかんねえんだけど。錦？錦がラーメン屋だったりする？錦山。くそ、見つかる前に解消しないと。あ、これをやんのね。これでよし。よし。もう大丈夫だ。今ほどくからね。そっか、喋れない状態だったんだな。ああ、この前の。お前何してんだよ。お前は、七海ちゃんの彼氏。いや、違えから。サナちゃんがいるから。ずいぶんと思い切った行動に出たな、ストーカー野郎。お前みたいなチンピラめな。七海ちゃんにふさわしくないんだよ。だったらお前はふさわしいってのかよ。ああ、彼女っていつかよからんさ。俺と暮らしていけば、僕。いずれにしろ僕か。僕と暮らしていけば、僕がふさわしいってことに。まあ、寝言は寝てから言ってもらうか。とりあえずおとなしくなってもらうぞ。手加減しねえからな。もう新しい技使うわ。新しいってか別に前から使えたんだけど。この状態出せる。
必殺技。あーやべ、演武でやっちゃった。一瞬でやればよかった。あーでもこれもかっこいいからな。うん、敵がいっぱいいるときにもっと効力を発揮するんだけど、一戦のやつやりゃよかったな。あ、サツの旦那、いやいや、あのね、彼女いるんですよ。よく頑張ったね、もう大丈夫だから。ここ事務所近いよ、サナさん通りかかったらどうすんの。あの金、金、早く金報酬くれ無事本当に良かったよ。八神さん、私ハッタリのつもりで行ったんですけど、本当に喧嘩強かったんですね。正義の味方みたいでしたよ。あ、そうかな、まあ仕事柄こういうケースはないこともないからね。でもかっこよかったです。今度お礼させてくださいね。いや今金、ちょっとありがいに全部よこしな。はい、必ず。それじゃ、事情聴取があるんで。おい、報酬1円も払わない気か。ただ働きさせやがって。今は何も出てないかな。よし、じゃあ事務所戻ってストーリー進めるか。まあ、時間帯変えたらなんか新しいの出るかもしんないし、あ、まあテンダーとか行ったら出てるかもしんないけど。よし、休んだらストーリー進めような。よっしゃ、よし、